おはようございます。朝6時ですね。今日も叩き起こされてお散歩からスタートです。もう一回最近ちょっと朝晩続けてるんです。パック、分かんねえ。朝ごはん作ります。ん、暑いの？そう、あ、それあーちゃんの。いきます。アイスのオーツミルクラテのトールサイズ1つください。あ、今タクシー乗りました。これからシェアオフィス行ってちょっと仕事して、その後目的地に向かいます。シェアオフィス入りました。これからセミナーですね。頑張ります。今のセミナーはサイトマーケティングコンサルタントの大浦さんのオンラインサロンをずっと後ろ裏にサポートさせていただいているので、それのファシリテートをしておりました。では今からまた移動します。目的地に着きました。ダイヤモンドブッダですね。ちょっと完全紹介制のお店になってます。アポイント終わりました。しおりさん、ランチをご馳走になってます。これ祇園祭っていうのは、あれもともと どういう祭りなんですか？あれは疫病退散ですよ。あ、疫病退散の祭りなんですか？1200年くらいですかね、歴史あるんです。これが祇園祭、うん、これが順番ですけど、どうですか？わー、15、16ね。これを引っ張ってあるの重そう。お家帰ってきてお風呂入りました。今日も楽しい一日でした。明日も頑張っていきたいと思います。パック。